アメリカとカナダの国境を結ぶ橋で車が爆発する事故がありました。先ほどニューヨーク州知事は、テロによる脅威の心配はないと述べました。22日午前11時半ごろ、観光名所ナイアガラの滝の近くにあるアメリカとカナダの国境を結ぶ橋レインボーブリッジで車が爆発し、乗っていた2人が死亡、国境警備隊1人がけがをしました。 FBI ・アメリカ連邦捜査局などはテロの可能性も視野に調べを進めていましたがニューヨーク州のホークル知事はテロによる脅威の心配はない、爆発物も見つかっていないと述べテロの可能性を否定しました。また、猛スピードで走っていた車両は中央分離帯に衝突し高さ3メートルのフェンスを飛び越えていったと説明していて地元当局は引き続き原因を詳しく調べています。